ボアガドチャーネ、はい、コウスケです。今回はこの車ですね、前回ゲットした新しいコウスケモービルのベンツですね。でこれをまだゲットしたばっかりなんで、まずはね、状態綺麗なんですけどちょっと汚れとかもあるんで、まずは最初の儀式として洗車をしていきます。やっぱり洗車ってね、車の形状とか把握できるからむっちゃ大事ってね、よくカーデザイナーの人とかがね、とかボディーワークする人はよう言いますね。僕しないんで関係ないんですけど、やっていきます。はい、それではね、ちょっと向かっていこうと思います。そう、はい、ここで洗っていこうと思います。で今から洗車をしていきます。はい、こんにちは。今日は窃盗動画最終形態ということで、パトカーどうしますか。パトカーパってみたいと思います。じゃあちょっと来てもらっていいですか。パクったらやばいですかね、これ。これはもう即逮捕即逮捕動画お願いしますじゃあちょっとこれ行ってみたいと思います。はい、気をつけ。結構汚れてますね、これ。これを、これ直でやってみよう。はい。うわ、めっちゃ綺麗になる。めっちゃ綺麗になるな。ビフォーアフター全然変わるんじゃないですか。やばいな。ちょっと反対側とこっち側で写真比べたいと思います。うわ、やっぱめっちゃ綺麗になるけど、これめっちゃ汗取れる。いける。うわ、やっぱこことこことここでだいぶ雲泥の差ですね。まるで月とスッコン。台車ってブレーキ出すとすごいから、あ、これほっとったらこびりついて、熱でこまめに洗ったかな、焼きついたら取れへんようになるから磨いてない。あ、そうなんや、うん、あ、勉強になります。ですって、台車乗ってる皆さんがぜひ気をつけてみたらどうでしょうか。もう洗ったことないけど、ほんま、うわ、ええー、な、この方のベンツ。これ、いやろ、ヘッドライトぷよぷよやもんな。え、2個やったら消えるやんけ、ぷよぷよ。3つじゃん。あ、そうなの。3つ4つじゃん。これあんまやったことないじゃん。俺もないね。だいぶ消えました。うわ、すげえ。すごいな。こう見たら車ってホイールって結構重要なんやなと思う。ああ、だいぶ、ほら音がやばい。ピキュットみたいな音する。じゃあ四輪やっていこうと思います。あ、ミスった。反対側、ビフォーアフターで反対側の写真撮ったって習ってもうた。最悪や。なんかで気づいてください。なんかで読み取ってください。ありがとうございます。はい、ということで洗車できました。むっちゃ輝きが増しましたね。すごいですね。じゃあ、めっちゃね、いいですね。ホイールがほら、むっちゃ綺麗になったんですよね。それだけでもなんかもうシルバーシルバー、ヘッドライトもクリアみたいなんで、むっちゃ綺麗な感じがよりしますね。はい、じゃあちょっとご覧ください。ご覧ください。この感じですね。ほら。ホイールがこんな綺麗になりました。ちょっとね、残ってんのもあるんですけど、今度磨きます。磨いて取れていくでしょう。この水垢とかも取れました。いいですね。やっぱ状態がもともと良かったからよりね、取れやすかったんでしょう。ええ感じです。うわ、ええ感じやわ。最高、美しいですね。はい、という具合に、以上洗車でした。じゃあね、最後におまけコーナーが多分あるかもしれないんで、ぜひご覧ください。以上、次もベンツなんかスタートします。
以上、ありがとうございました。チャンネル登録ありがとうございます。はい、こんにちは。今日はね、実家のお風呂にやってまいりました。で、今回はこの、インスタでもリクエストありがとうございました。こちらのお客様からこれもう入れていいですか？どんぶりましょう。僕入れちゃっていいですか？僕入れちゃってください。あの、これも花坂じいさんみたいな。じゃあ、このバスクリーンをお風呂なんですけど、ちょっと大きいんですよね。何個で綺麗に満たされるのかっていうのを今回ご紹介したいと思います。で、こっちがね、20個、そしてこっちが12個で、合わせると、32×3 は、46、そして、4と6、そして、666もう分かるよね。開いちゃってよね、バンダラ箱。ということで、今日の戦闘動画はお風呂の水質をこれでセットしていきます。ありがとうございます。ええ香りですね。もうええ香り。ちょっと風呂は女の子でできました。おいしさん、こんだけできました。あ、うっさんでいいですか？あ、いいです。ありがとうございます。これは今からクリスマスでこっちをお風呂に入れたいと思います。いやーねー、マジ？おもろい。おもろい。おもろなかったら。いやでも、あげるだけあげます。はい。こんなでしたね。ありがとうございました。次はあなたの心を成長します。それでは以上、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご迷惑おかけしました。ありがとうございました。以上、ありがとうございました。さようなら。終わります。うわ、すごい匂いするわ。やばいっすね、これめっちゃ匂いするわ。うわすげえ、すげえ、すげえ。やっぱやばいっすね。すごい。何個、何個入ってんの。どうしようよ。動画見てくれてありがとうございました。コース系の本業は現代アートです。概要欄に作品解説の動画もありますので、ぜひご覧ください。コース系の作品や活動、今後の展示告知は概要欄にあるホームページ、ブログ、各 SNS にて発信しています。そしてこの動画がいいなって思ってくれたらチャンネル登録を、でももう一つやなって思ったら次頑張るんで、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も一日ご安全に。